はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズ続きをやっていきたいと思います。一応アルム軍ですね、こっちの方まで来たんですけれども、もうね、その敵の増援部隊がね、わんさかわんさか出てくるんですよね。でちょっとセリカ軍が、全然進んでないので、まずはセリカからやっていきたいんですけれども、セリカ軍のねマップの方もねちょいとね敵が出てきてて、まあ一匹ね攻め込まれて倒したところではあるんですけれども、とりあえず先へ進んでいきましょう。山の墓場とかだったね。遭遇戦、まあこれは単なる戦いか。うわ、また墓地かよ、魔物かよ。情けないこと言わないの、あいつらボコボコ湧いてくるから、腕を上げる絶好の機会じゃない。ここで鍛えに鍛えて、ミラ様の神殿に殴り込むわよ。殴り込んでどうすんだよ。墓地でなんか鍛えるっていうのもよくよく考えると嫌だよね。で、配置はねめちゃくちゃ重要なんで、まあでもここは魔物だけだから大丈夫か。一人ねもうすでに戦死者を出しちゃってるんで、アルム軍で。で、まあ、ここは特に魔法系はいないと思うんで、硬いキャラを前進させて、あとはそれに対して援護をかけていくというのがいいかな。森にいた方が良さそうだな。ただ援護系はもうちょっと固まっていこう。私に任せてよ。うん、全然余裕だな、とりあえずは。そうか、こいつがまだ傭兵なのか。あとは一応援護しながら倒していきたいね。ファイヤーでいいか。セーバーも攻撃をして、ここはわりかし楽そうだな、今のところ。特に増援とか出なければ。よし、レベルアップ。そうか、99のやつらとかいたっけ。もう全然覚えてないな。ゲーヒットポイントが1だけか。セリカ一応前に進んで、でこいつはもう完全に壁だからね。魔法キャラじゃなければ全然楽勝だね。で弓で援護していこう。うお、すっげえ射程だなこれ。こっから届くか、スナイパーさすがだな。ごめんなさいね。白魔法リカバー。もうレベル上げは、まあ、こういうところでできるから、最悪物語の戦闘はイリュージョンとか使って幻影兵呼び出すっていうのもありかもね。まだ一回もその幻影兵っていうのを使ったことがないからな。これってさ、でも墓場から来てるゾンビでしょ。うわ、しまった、森に陣取られたか。2回ともかわされたな。ここら辺をちょっと考えないといけなかったね。まあそうすると、エンジェルで行こう。108とか尋常じゃない攻撃力だな。バルポでちょっと1匹倒しておきたいね。で、弓と、弓をさ遠くまで引くのってかなり力がいると思うんだよね。でちょっとセリカはこのまま進んでいこう。またな、左になんかあったよね。
これは山の村か。砂漠の砦内部、こことかにさ、竜の祠、ミラの像がありそうだよね。クラスチェンジをちょっとしたいといえばしたいからな。とりあえず山の村行こう。会話ジェニーとか、これ多分ランダムで出てくると思うんだよね、仲間は。解放軍がソフィア城を取り戻したんだって。どうせヤリゲルも追っ払ってくれるってみんなは言ってるけど、今度は誰が王様になるかで、どうせまた戦争さ。よくわかってるじゃないか。ギースってのはとんでもない男でね、このソフィアの全ての盗賊や海賊の頭なんだ。この村も何度も襲われて、若い者は連れ去られてしまった。王様が生きていた頃から奴はやりたい放題さ。いや、相当ギースって相当強いのか。まあ調べるで、なんか起こってるもの、柵とかは特にあれだね。オレンジ系はオレンジ系、オレンジ系とかも特に落ちてないか。じゃあちょっと移動しましょう。あ、ここも鍛冶屋があるじゃん。そう、鍛冶屋よくわかんないんだよな。まあやれば絶対便利なんだろうけど。123円あるね。聖なる剣とか黄金の探検って今誰も装備してないんだっけ。これしかないの今セリカ軍って。一応金だけでなんとかなるのか。威力6、命中100、めちゃ強くなるな。めちゃ強くね。金めちゃくちゃ使うけど。聖なる剣とか、あ、そうか、必殺も上がるのか。必殺15って結構すごいよね。命中も上がるし、これ命中率高いな。命中率重要だからな。でもなんとなくな、ちょっとこうどう鍛えていけばいいのかな、わかんないかな。ただ錆びついた盾、これやってみよう。10円だし。鉄の盾になりましたと。はいはいはい。で、あれ、鉄の盾ってさ、できないの、あれ鍛えらんないの。換金とか1円。鉄の盾10円、重いんだよね鉄の盾。でもまあちょっと装備させるか。まあまずはここら辺を行こう。あ、待って待って待って、しまった、調べてなかった。まあいいや、ちょっと後で調べよう。アトラスって名前があるよ。俺はつい最近まで辺境での戦に駆り出されていたんだ。帰ってきたら村は荒らされ、弟たちはギースに連れ去られちまってた。奴をぶっ殺してやりてえが、一人じゃ無理だ。あんたたちギースの砦には行かねえのか。もし行くなら俺も一緒に連れてってくれ。これわりかしさ、簡単に仲間になるよね単純だな。お願いです、私の息子を探してください。話を聞きますか。はい。流行り病で夫を亡くし、泣きくれている私を見かねた息子は、止めるのも聞かず竜の祠へと行きましたと。死者を蘇らせると言われる復活の井戸。そんなのあんの。夫を生き返らせるつもりなのでしょう。生きて帰る者はいないと言われる恐ろしい場所。ここへ連れ帰ってください。いや、もう戦死者一人出たからね、こっちじゃないけど。木こりをやってる。ギース一味に襲われて斧を奪われた。はんはんはん。斧を買う金がない。代わりの斧、斧を渡しますか。斧なんてあったっけ。なくねとりあえずさ、食べ物を渡してさこれで飢えをしのいでくれって言うしかないよね。ない、そんな斧なんて。うん、そんな都合よくないよ。オレンジが怒ってたっぽいからオレンジパクって。樽は特に何にもないね。これは、これは何でもないか。ちょっと一回鍛冶屋に行って鍛冶屋を調べよう。調べる、パクろう水パクろうほんとひどいよな、こいつも。やりたい放題だよな。飲み水を奪われてしまった。そして何にも言わず去っていく。広場へ逃げろって感じだよ今魚好きのおじさん、盾魚の干物持ってたっけ。そんなの
久しぶりに食べたいな。渡しますか。はい。え、持ってたの？聖獣のチーズ。名声が高まった。アーマー級からゴールドナイト級、よくわかんねえ。はっきりいなくなったし。北に行った竜の祠にある井戸はね、死んだ人を生き返らせることができるんですって。でもドラゴンゾンビが井戸を守っているから誰も近づけないのよ。出た、ドラゴンゾンビ。ここからミラの谷を越え北へ行くとミラの神殿です。ミラの神殿はミラ様をお祭りするとともに国境の水門を守っているのです。しかし神殿の水門はソフィア王家のものにしか開けません。リマ4世亡き今、誰が水門を開くのか。なるほど。やあ、こんにちは。私は旅の商人です。あなたの持っているものを一つだけ、あなたの望む誰かに届けて差し上げましょう。あ、またこれか。別にって感じだしな。なんか必要なのあったっけ。ないよね。調べよう。小麦粉。このご時世さ、旅の商人とか多分超危険だよね。護衛とかつけた方がいいと思うんだけど。絶対山賊に襲われるよ。まあこんなものかなと。特に他は行くところがないから外へ出て、うわ、進行してきた。で、ちょっと身支度。ジェニーだな。道具袋。で、盾を装備させよう。OK。アトラスって何？村人じゃねえかよ、こいつ。なんか余ってたよね。黄金の探検か。これを装備させるか、じゃあ。さて、じゃあこの、リゲル帝国軍か。妖術師だね。ちょっと行くか。入る。でとりあえずは竜の祠をじゃあ次の目標地点として、ユニット選択的にはちょっと待って、マップ、あれ絶対こいつがなんか呼び出してくるよ。まあいいや。さてそうするとじゃあこっちもイリュージョンで呼び出そう。うおー、めちゃくちゃ体力が減ったけどいっぱい出てきた。あとでどうやって回復させよう。セリカか。セリカって回復魔法持ってたよね。セリカをこっちにやって、少しずつ進軍していくか。アトラスとか普通に村人なんだね。そりゃさ、一人じゃ無理だよ。太刀打ちできないよ。おお、出てきた。なるほど、そういうことか。めっちゃ突っ込んでんな。でこいつここまで行って、セリカ届かない。いきなりこういうところからワーッとは出てこなそうだから進軍していこう。ここで一応幻影兵の実力がわかるね。弓兵はちょっとこっちの方で。 OK。 もうこういうゾンビとかは雑魚でしょ。原兵が倒しそう。ほら9削り役にはでもすげえいいと思ったら倒すか。あ、いいねいいねいいね。ミスってくれた。で、進めるだけ進んで、でセリカで、白魔法リカバーで回復と。めっちゃ疲れてんな。幻影兵を呼び出してめっちゃ疲れてたぞ。で幻影兵にしかも守ってもらえる。これ幻影兵最初に呼び出すのいいかもね。やれやれだぜ。村人のレベルを上げたいね。弓でこいつを倒そう。ごめんなさいね。しかも幻影兵何体いる ?1、2、3、4、5、6 体もいるんだけど。
ボスはな、ボスっていうか大将はちょっと自分で倒したいな。まあ、こういう雑魚戦は特に原兵呼び出さなくていいかもしれないけど、しまった大丈夫か、1か、これは絶対原兵に持ってかれんな。おお、呼び出すね、めちゃくちゃ呼び出すね。行け我らが原兵、強い普通に強くね。これもしさ、幻影兵弓みたいなのがいたらさ、最強だと思うんだよね。幻影兵の種類って1種類しかいないのかな。セリカとかちょっと今回出番がないぞ。幻影兵でも出番で終わるな。もういいや、幻影兵に任せよう。幻影兵が取り囲んで、あのボス級を攻撃して終わりと。4、うわやられる。しかし削り役に関しては最強だな、最強の削り役だなこいつら、マジで。いいねいいねいいね、もう一回攻撃してくれるっしょ。原兵やられたけど、あすげえいいわじゃあセリカ、エンジェルじゃなくて別にこいつは普通の敵か。銀貨の袋持ってるよ。80か、弓で一回やっぱりつつくか、これが一番安全だね。おすげえすげえ、超楽だったわ経験値超もらったし。よし3個 OK。 私また強くなっちゃった。こいつ魔法防御1か、イエーイ。戦果がいつもこうだと助かるんだけどな。でもこれで経験値手に入るからね、バルボとかまた行動すればレベルが上がるし。さてちょっともう一回、うおー、こういう風に進んでいくのか。セリカを進ませよう。ブライ行くか。未来の谷の突破戦。ここが未来の谷ね。ここを越えればとうとうミラ様の神殿。みんなあと一息よ、頑張りましょう。おっと、そいつはどうかな。あなたはリゲル軍？どうしてリゲル軍がこんなところに。さあな、よく考えればわかるはずだぜ。そんな、まさか。あんた神官だな。今までも何人もの神官がミラの加護を求めて谷を越えようとした。だがたどり着いた者は一人もいねえ。知らないってのは哀れなもんだな。そのミラのおかげで苦しんでるってのに。何ですって、それはどういう意味です。知る必要はねえよ、お前らはここでくたばるんだからな。ブライの頭の上になんか乗りそうだね、もの。こういう感じの地形か。これなんかアルムの最初の方であったな。こいつがめんどくさいんだよね。暗黒の剣超かっこいいんだけど欲しい。生命吸収呪いとかさ、アタックプラス13とか、何これやばくね。これはちょっとこちら辺に呼び寄せよう。もう山とかで戦いたくないからな。で来る間に、山は全然進めないはずだから、来る間に魔法とかそれで対処していこう、弓とかで。であと右上のやつらだな、魔女。これ魔女がすげえ厄介なんだよね。傭兵傭兵、援軍みたいなのは多分ないと思うんだよね。ちょっと一回こいつらは後ろの方に下げよう。こっち、あれこいつもあれか、弓もちょっとこっちだな。そうするとでOK と。あの女性たちは。ああ、あれは魔女だな。魔女？俺もよくは知らないが、ドーマ神に魂を生贄として捧げると強大な魔力を得られるらしい。ただ捧げられたやつは抜け殻になっちまうがな。
そんな、なんて恐ろしいことを。だからリゲル帝国は強いのさ。解放軍の連中も大変だろうな。アルム、いやこっちだって大変だよ。まずこれでもういきなりイリュージョン唱えよう。イリュージョン行け我らが幻影兵で、リカバで回復させよう。これさ、またさ、イリュージョンできるじゃん。こっからさ、幻影兵送り込んでればさ、戦闘とか終わりそう。まあこいつを戦闘に出しつつ、幻影兵が多分こいつらのこと勝手に倒しちゃいそうなんだよね。幻影兵倒してさ、暗黒の剣手に入んなかったらちょっと嫌だからな。もし山の方に突っ込むようだったら、護衛兵を送り込もう。まあ、山には行かないか。ってことは、バルコちょっとここら辺に置いておいて、あとセリカ、もうこっちでいいか。で、最悪ここからまた、援護兵を送り込めばいいわけだから。あ、待って、ただこいつらあれか、魔女だから魔法なんだな。そうするとこいつをちょっとこっちにやろう。で、幻影兵に任せよう。で、多分動いてくる。で、幻影兵が攻撃をする。で、やられると。やられなかったね。で、14になってる村人。一番高いやつセーバーか。セーバーでいこう。23、まあ大丈夫だね。よし、いいね。おお、俺に任せとけって。防御も魔法防御もあるやつってすっげえ助かるな。まああとはちょっと幻影兵でなんとかなるかな。でこっちはもう待ちだな。ほら頑張れ。すげえいいわ、幻影兵狙いだし。まあ、やられるのは別にねなんてことはないからね。ほら超頑張ってるわこいつら。次のターンとか全滅しそうだけどな。ただ倒せる敵は倒していこう。まずサンダー、誰も倒せねえわじゃあセイバーでまず減らす。セイバー強えな、倒せるな。かわされた。いやただこれで魔法で倒す。ちょっと待って、村人とかどこにも行けねえし。ファイヤーでこいつを減らすか。かわされた。こいつもいけないわ。ゲーヘただ邪魔になるな。まあいっか。ちょっとこのターンじゃ無視して、やられる。まだ生きてるか。やられた。こいつやられた。こいつ減らしてくれた。攻撃してくれてやられた。攻撃してくれた。まだ生きてる。お、いいね。でここからじゃあまた倒しにかかろう。サンダーじゃないと届かないか。やっぱりね、ヒットポイント回復の指輪が欲しいね。でセーバーが攻撃をする。どけよ。あーすごいね。でこいつも5だから村人で倒す。あれ10レベルじゃんこいつ。クラスチェンジできるよね。あとまたこいつが来るのを待つ。本当に一歩ずつだけどさ、幻影兵とか勇ましすぎる。
幻影兵ってちなみに回復できんの？ちょっとリカバー、あ、できるわ。おお、レベル上がった。幻影兵回復させたら、セリカとかさ、めちゃ強くねえかこれ。回復してあげよう。よく頑張った幻影兵。君はもう完全におとりユニットだからな。うわ、来たね。さてさてさて、ちょっとこの弓兵を一旦下げよう。で、幻影兵に一回任せよう。さあ来いよ。この暗黒の剣でとどめを刺してやる。ゴー！やられた。で、吸収されたヒットポイント。うわー、吸収してるね。できればこいつ取り囲みたいんだよな。19、すっげー減るんだけど、やばくないか。ちょ待って、もう一回イリュージョンかけよっか。幻影兵が全員かかったところで一旦で倒されっかんな。待って待って待って、これ集中攻撃して倒せるかどうかだよね。サンダー16まで減らせられるか。こいつの射程が何なの？1だよね。悩むな。魔法2人でかかれば倒せそうな気もするな。弓もいるしね。いいや、ちょっとまずセリカ。エンジェルは関係ないもんね。13、サンダー16、エンジェルの方が強いのか。命中が高い方がいいからな。エンジェルでいこう。ほら、よしよしよし。で、弓で1回減らそう。なんかある？局者命中プラス30、105、いいね。ほら、で、あと2人。サンダーでいけるか。ヒット69。ファイヤーだとオーラ。ファイヤーもオーラも変わんないか。ってことは、やっぱり我らがメイちゃんだな。強い。くそ、やるじゃねえか。だが残念だったな。もうミラは暗黒の剣をよこせ。おお、いいね。これ何、どういう形してんの暗黒の剣って。やったぜ。いや、幻影兵マジいいわ。やったね、大勝利。マジ強い。バルポとか何もしてない。幻影兵って呼び出すとさ、経験値上がったっけ？上がってなかったよね。最後に何を言おうとしたんでしょう。わからないわ。でも胸騒ぎがするの。神殿へ急ぎましょう。まあ、神殿はちょっとまだ先かな。こうワンサが出てくるんだよね、本当に。あれ？ビースの砦はそっちじゃねえだろ。寄り道すんなら俺は行かねえ。ここまでだ。ちょ待ってよ。あ、去ってった。もう一回行けば仲間になるのかな、アトラス。うわー、これちょっと移動してきそうだな。じゃあちょっと待ってよ。これ1日進むとさ、敵が来るからね。一回じゃあまた山の村へ戻ってこっちに行かないといけないってこと？そういうルートで行きますか。待って待って待って、でも竜の祠さ、クラスチェンジできるんだったらしておきたいんだよね。まあちょっと悩みますけれども、とりあえずじゃあ今回はこれで、終了したいと思います。幻影兵がめちゃくちゃ強いっていうことが分かったんで、多分もうセリカはね、幻影兵頼みになりますね。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。